こんばんは、スニーカーとランダム心斎橋店で財布とカバンのお直し担当してます向井です。今回も、財布にですねアンジェラスペイントで、絵を描いていきます。お願いします。今回はですね、僕が大好きな僕のヒーローアカデミアに登場する、こちらのオールマイトを描いていきます。こちらの財布ですね、もう下処理済みです。前回前々回とやらせてもらってるんですけど、こういうクリアファイルにですね用意したイラストを挟みまして、その上からですねマスキングテープを貼っていきます。でマスキングテープでこのアウトラインを取った後にですね、カッターでこれをくり抜いたものを財布の上から貼ってますね。で下処理ですね、この新たなプレペイントでお財布表面を脱脂させてもらって、定着を良くしてます。それでは塗っていきたいと思います。それでは塗っていきます。まずこちらの、フラットホワイトですね、下地を塗っていきます。で、このように戻りですね、またラインを、中に入れていきます。では下書きができたので、色を塗っていきます。この2つを混ぜて肌色を塗っていきます。次はフラットブラックで、顔の中の線を軽く引いていきたいと思います。次はイエローで髪の毛を塗っていきます。次はレッドとブルーで服の色を塗っていきます。次はこちらで髪の毛のかけた線を入れていきます。それでは色が全部塗れましたんで、最後に、このハイグロスを塗っていきます。フィニッシャーです。こんな感じで、オールマイト仕上がりました。これね、使ってるアンジェラスです。
ですね、スニーカーアトランダム各店で販売させてもらってます。ご興味ある方ぜひ、ご購入いただけますので、お店に来ていただけたらなと思います。本日はありがとうございました。